皆さんこんにちは、あかんですよ。で、皆さんこのキャラクター知ってますでしょうか。まあ、結構ね前に登場したキャラにはなっているんですけど、なんとですねこのビクトリーメダル500枚で交換することができるんで、まあ、どの人でもね今使うことができるっていうキャラになっているんですけども、まあ、この子ってね結構面白い性能を持っていて、 SS だったらね4択クイズっていうのを出題するんですけど、それに相手が間違った時、まあ、相手にですねワンポイントが関連レベル8、スローレベル5、暗闇レベル6、縮小レベル3っていうねめちゃめちゃ重たいね、まあ、罰を相手に与えるわけなんですよ。で、この子結構前に登場したキャラなんでね、この子の答えを覚えてる人も非常に少ないんじゃないかっていうことで、まあ、今回この子使っていきたいなと思うんですけども、まあ、靴に関して AD 靴でエリアを爆盛りしていて、ラケットに関してはオラクロブラーハで得点力と、まあ、交代時つけてるんで SS 回転率を生んでいって、ショットに関してはリリカで爆発的に、まあ、SS を貯めていって、まあ、靴に関してはこんなんで、ラケットもまあこんな感じで交代時つけていますと。で、まあ、リーダーをルミエにすることによってさらに SS 回転率を上げることができるんで、今回はですねこの浅い A をフル活用するような編成で試合やっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。でもおっちゃんらはそんな言葉使ってたんかな、天ヶ崎の人とか知らんけど。オラピク、うお、すげえ、いや名前ない。そんなことあるの？なんかたまにさシャープで数字書いててみたいな人おるやんな。なんかそういう人ってさ、なんかこの名前黄色くなってたりするよな。あれマジでどうやってすんのやろ。でもなんか試合中は見られへんの、ね、なんかマッチングした時の初め3体見えるやん、あん時には名前の色が変わるぐらいって気がする。よし行くぞ浅井、俺は君にかけてる。これ4択の問題出すねんけど、まあ4択やから4分の3で間違うわけですよ、もし答え知らんかったらね。だからそれで相手にもう絶望的なやつを付与します。はい、どれでしょう。え、正解した？嘘でしょ、嘘でしょ、君正解したの？すごくない？今できてないと思ったんやけど。ちょ、見えへん見えへん。よし、取れました。わ、それ先にされた。いけ、オラクル。ナイス。で、まあ、地味ところね、星たぬきも跳ねてくれるんで、まあ、それで毒場を狙っていけると。え、これ相手も答え知ってんのかな？ちょ、もう一回やろうぜ。まぐれかもせんしな。でも、一回やって答えあったら、答えもう覚えてる説あるけど。よいしょ。やば。これ確かビクトリーメダル500枚で交換できるよな、朝平って。うわ、なんでなぜ取れなかった今の。セイバーオルト使ってる人いないから忘れてる人大量説。それはあるけど、セイバーオルト当時めっちゃ早かったやんか。あ、これあえて答え知ってるわ。あー、スマッシュ取れた。いやけどさ、今戦ったら嘘みたいな遅いで。一回トレーニングモードとかで戦ってみ。意味わからんぐらい遅いから。全然脅威じゃなくなってる。マジビビンで。やば。え、これ脱げた？ラッキー。どうしようかな。いや、もうあえて答え知ってんもんな。売ってもしょうないもんな。ここら辺でラケット振るか。よし。どれだ？あ、間違ってんじゃん、それ。おい、こういうこと、こういうこと。でも、ゲイソルチャーちょっと無理かもせえな。あえて、だって、オバフローやったら移動し放題やもんな。見ててもこの小ささ。これが縮小レベル3の強さです。で、勘でも食らってるしね、相当戦いにくいと思う。ええやん。ええやん、浅井さん。もう顔もすごい、もうリアルすぎるやろ。これあれやな、俺ラケット交代入りしてるけど、SS 動画でアップとかの方がいいから、連続して出すんやったらな。わあ、失点した。まあ、まだ4-3やから、可能性あるよ、これは。うん。アベンバスタンプはおつかんやった、1位ピエンだった。あ、なるほどね。そんなやった気がするわ。よいしょ。やばい、これ。聞いちゃうから、ちゃんと避けて。で、よし、待って。待って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 。溜まった、これ。やばい、これ、SS モーター押したかった。これいける。よし。はい、どれでしょう。あ、間違うじゃん。あれ間違うじゃん。お、来た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 。これ間違う、間違う。いや、ここまでちっちゃかった。ほら、見て、めちゃめちゃ、なんかダメージ受けてるから。オバフロー維持難しいんちゃうか、それ。はい、ナイス。わーっと待って、これ邪魔。で、これ、確実にスマッシュしていって。おお、う、凝った。ええやん。ええやん、浅井。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。最低レート2433で、まあ、闇の王子と白い黒子と、あと、まあ、アイリスがいるっていう感じになっているんやけど、まあ、初手に関しては、まあ、リリカでやっていくと。
でもあの SS ローカルアップとかも試してみたんやけど、やっぱりあのなんていうの、相手が問題間違えた時ってそんなラリーしないわけじゃないですか。縮小レベル3とかの状態で戦うってめちゃめちゃ難しいんで、まあ一瞬で点決まると、なので SS でたまらないんですよ。なのでまあ普通に交代時でこのリリカとか、あとまあ SS 回転率いい系のキャラと組み合わせてあげた方が、まあいっぱい浅いで打てて、まあ楽しいかなと思うので、僕は交代時をおすすめしようかなと思います。はい、いやこれスペシャルいい感じで起きたいな。ちょ楽くないこの子ラケットおっとし聞かへんもんな、闇の王子。いやー体力枯らしすぎやわ。ただまあこの子体力枯れてもいいようにですね、まあ、靴のスロットスキル3に交代後のポイント開始時200回復つけてあるんで、まあそこは問題ないって感じやね。いやーこれは厳しい。どうしようかな、 SSS 打ったろかな一応直前のやつ打てるからさ、まあ、相手が問題めっちゃ分かってる場合やったらそれ打つのもありかなと思うけど、あ答え、あ知らんかもせえな、今の感じやったら。なんかたまたま今いけた感じ説はあるから、いやーこれうまいことやりたいけどな。あこれオラクルいけんちゃう、じゃラグ入れていやこれロブ打つでしょ、打たへんのかなこれ、あラッキーやないやーでもこれリリカに交代せんでもルミエのこのラケットで無理かな。いやこのギミック強い、あでもこれギリいけるやつ、やったでまた交代時でマーサイ A で行って、まあ、SS 打っていくと、今度こそ相手が問題間違ってくれると信じてるよ。よいしょ、さあどれだ、あまた着弾点のところに答えになってる。あれでも相手水間違えたでもちょっと待って、体力枯らしすぎ、枯らしすぎ、あこれいけるわ、オッケーオッケーオッケー。でまあここまで溜まってるんで、まあ、リリカにまた交代してみたいな感じやね。でまあこの子ってね、アイテムマスターなんでラケット落としとかも出してあげるとね、何回も、まあ、打球効果無効さえなければ何でも取れるみたいな仕組みがあったりはするんやけど、花だけも出しとったねてっきりあの違うもん持たせてると思ってた。まあまあジャスト確定だけ取って、まあ SS はもちろん溜まりましたから。あれ俺交代時にしてなかったっけ、体力増えたちゃんと。まあええわ、あドリンクリリカじゃなくてこの子で取ればよかったな。あ問題しないいやね、時溜めで帰ってくるんじゃん、あ帰ってこへんかった、やった。いやこれ今の環境聞くかもせえへんな。入ってくる3戦目やっていきたいなと思います。相手ネタ2344で、サイリン・アナゼとクロの後継者と、あとパルメがいるっていう感じになってるんやけど、まあ、後継者とか、あとまあ、ラインズマン・シャルロットとかも、あの、この前当たったんやけど、あの子らってね、状態上向こうあるんですよ。あ、後継者なかったからちょっとあんま覚えてないんやけど、まあ、そういう相手には縮小とか、勘で入らなくなってしまうんで、そこがちょっとね、微妙な点ではあったりするんやけど、まあ、そんなにおらへんから、まあまあまあ、ある程度、まあ戦っていけるとは思うから、まあ一人入れてあげても面白いかもしれないよね。朝 A は一枠だから余ってる場合だから、2キャラめっちゃ強くて、うわあと一人どうしようかなとかなってる人やったら、まあ使ってもいいかもしれない、うんでまあこういうね、肉とか2ポイントがなくなっちゃうんで、まあ、ちゃんと回収しといてって感じやね。よいしょ、これ相手まっすぐ SS やんな、 OK。 はい、どれでしょう。さあ答えは、あ間違いいや、ただねこれ1回目の時にね、答えもう丸んとこ表示されちゃうんですよ。なのであの何、ただ性能というか答え忘れてただけの人に関してはこれね通用しないんですよね。まあ、そこがちょっと難点ではあるんやけど、ただまあ普通にこの朝 A の性能を知らん人とかやったらね刺さると思うんですよ。だってこれ答え踏まなあかんとかあんま分かれへんと思うから、まあ会員してたら分かるかもせえへんけど、なんかわけ分からずにその試合は終わりそうな感じはするからそこは結構面白い点なんじゃないですか。よいしょ、いやこれあれやな、 SSS 今度打ってみるかね。結構こうやって、まあ、点が入るんであれば SS の状態でもいいんやけど、まあ、SSS はあの直線 SS なんで、まあ、それでですね相手を騙して得点していくって感じになるんやけど、まあ、とりあえずこの子で SS 爆速で貯めて、あちょ本当は今た玉返したかったまあいいでしょう。こっから交代して、まあ SS から SSS はね結構3打球4打球ぐらい溜まるんで、あーめっちゃ溜まる早いわ。なのでまあそれでやばいやばい、でちょ抜いていきたいけど、やばいやばいやばい、ちょ待って、球早い、ちゃう、あオッケーオッケー、で SSS、 いや取られた嘘でしょ、そんな普通に取ってくるか悔しいな。ちょもう一回この子出すか、あ黒の後継者どうなるかみたいからちょうどよかったわ。ただ耐えれるかな、でも急速アップつくんよこの子、すごない、急速アップつくはちょっと面白いやろ。だから普通に、PS 戦的なことに挑戦できるっていうのもええところ。で、なんかスタミナダメージ無効みたいなのもついてるの。これは、なんや、体力緑から黄色になった時みたいなやつか、あ、これ、やばい、やられるかな、大丈夫やった。よいしょ。はい、これで、さあ、どうなるかな。いや、問題間違えてくれよ、さすがに。さあ、あ、答え正解したんじゃん。あ、ちっちゃなるやん、後継者も。へえ。じゃあ、こっから、まあ、オラクルで、まあ、決めていけばって感じ。いや、いいよ。いや普通にもうほんまにビクトリーメダル500枚なんでね、まあ、ぜひ皆さんもですねハードコート面白い編成をね求めてる方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。